11月18日ギラファの木にやってきましたが、やはり同じく元気のないような状態が続いてます。これから探索を開始しますが、普段よくついているような樹液の出てそうなところには今何の気配もございません。今日は発信と二人、発信がネットを使う前に撮影をしたいと思います。ここだ。ギラファの木ですが、毎度おなじみヒメカブトがオス1メス2ですね、ついてます。なかなか発信好みのスタイル、なかなかええ方やね、発信ね、うん、後で発信が撮ります。カブトムシ落ちたん？メスが見ました。上におる？オス。オスはそう、ついてるやん。うん。まだついてる。うん。持っていきます。はい。びくともしませんね。メスが一匹？平田と。平田も落ちてきたん？うん、平田落ちてきました。どこにいたんやろね。左の方には特に虫はいなかった。今度こっち行きますか。ちょっと待ってね。はい、どうぞ。はい。ナッシングですね。しかし何も起こらなかった。パラ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 、もう蹴っても落ちんやろ。うん。ギラファの木の姫かぶ。あ、ててて。やっぱなんかでも大きい気がする。うん、でなんかメスめっちゃ綺麗なこれ。すごいなんか大きいような気がするな。ちっちゃいけど大きいような気がするけど、これくらい。メスがすっごい綺麗だ。綺麗やね。こんなツヤツヤだったっけ。ヒメカブトってこれはヒメカブト。泣かない。メスがアクティブ。はい。メスがアクティブ。
今平田3つとカブトムシが3つ、うん、オス1メス2ですね。今日の天敵、お、ジャンプした。間違いなく僕の方に近寄ってきてる。どこだ、こっちか。間違いなく僕を追いかけてるという。あれ、どこ行った、どこ行った。刺された。何に。このアリ。どのアリ。このアリ。僕は昼を取ってね、昼を。じゃあ発信が刺された。どれに刺されたの。めっちゃでかかったです。あった、こいつ、うん、こいつうちの近所にもおるやつじゃないかな。痛かった。僕いっぺん、あの足の裏を刺されたことあるよ。アリは注意せないかんで、アリは蜂の仲間やからさ。かーい。うまい。ポイズンリムーバー車の中よ。チューって吸っとき。ええ。発信はこいつにやられた。この蝶は、なんで蝶。蝶か。蝶だな。稲妻蝶の仲間かな。分からんな。なんか車の下から出てきた。天気あまりなさそう。30センチ。10センチ、あ、飛んだ。シェリフェル、寝太、メス。15ミリぐらい ?20 ないね。ないですね。15ミリぐらい。はい、ありがとう。発信下がっていった。下がっていった。下がっていった。あ、あ、こっから顎見えてる。上から顎見えてる。あ、お尻今反応あった。うんうん、お知らせ。うんうん、乾燥しててもおるやん。何をしようのこいつ。取りました。うん、もうそうなったらこいつら踊るだけやからさ、ビビって慌てて。うん、で、この、あの、なんちゅうの、着生植物、このツルがあって、その周りにその今、苔の枯れたやつがあるやん。はいはい、その苔の枯れたやつの裏にこう、層ができてるのね。そうですね。うまいこと言うな。いやいや、層ができてるんですね。そうです。うん。うん、その裏に。そうです。で、あの、そこにね、うん、結構おる。からなんかそう、こういうふうな膨らんだようなとこ探してさ、ええ、こうあの裏、うん、どっちか覗けるようなとこは覗くんやわ。どれ。平田さん、まああのアベレージサイズやね。そうですね、うん、はい、どうも。久しぶりにタコトレの木エリアにやってきました。あ、引っ張られる。つる草に引っ張られる。発信引っ張ってる、うん、根っこにヒメカブト発見です。懐かしい。あ、もうあかん、行ってる。あ、行ってるんですか。うん、行ってました。しょうがないですね。行ってました。じゃあ、五輪中でした。五輪中、はい、これはあ、あそこあそこ、ほらメス。あ、着生植物もほら根っこにおるでしょ。そうですね。うん、あ、じゃあその着生植物の
あの根っこのところから出た樹液をこういうふうにして吸ってると。イメカブとね、タコトレの木、これの上には絶対いろんな虫がおると思うんやけどな、思いたいんやけどな。でさ、私ここにさ、樹液出てるやん、これの裏に刺し金がおるんやけど、この裏とかね、おらんかい、無理か、ほら、ほら、実はね、あ、何個おる、あそこもカブトムシおるな、2匹3匹おるんちゃう、ここ樹液めっちゃ出てるな、カブトムシ埋まってるやん、カブトと、あ、うん、クワガタおる、クワガタもおる、ヒラサじゃね、ヒラサ、コツガタどれ、あ、こ奥、うん、ちょっとめっちゃ邪魔やねんけど、あ、ほんとや、うん、ギラハの木の仕返しをここでしたと、ね、すごいこれ乱射、これ使えへんかな、これな、すごい樹液ダクダク、これはたまに来ないかな、ここな、ヒメカブとペアですね、こんな中にもいたりするんだね、はい、え、これ平田かな、ちょっと出してみると、うん、じゃあちょっと出してください、お願いします、シンが慌てて撮ってる、あ、大して出こなかったですちょっと戻しますものすごくデコ見えたんですよ、近くの分かり見てるからやろ、あっちゅうまい、一撃やな、プチでかいよ、もう全然でかく、これも全然でかく、あ、シンはとにかくああいうのが早いんですんません、僕もこう撮影しようと思ってももうシンは目がキューってなってからもう撮ってしまうんですね、でもそんな大きくないって言っても普段見るやつより大きいし、まあ、まあそこそこあるんやから手に持って挟ますぐらいしてくれたらよかったんやけど、ちょっと負けます、パワーにこいつのパワーに負ける、あ、シンがムカデを捕まえた、もういいよ、網に入れていいよ、いてててて、針に噛まれた、大したことないな、でもうわこれダメです、出る、ね、くるっと 巻かないかんじゃん、思いっきり噛んでたな、今ちょっと待って、頭気持ち悪い、さすがに気持ち悪い、頭ってさ、お坊さんがさ、自分のことを指すのにさ、頭って言うんで、タコトレの木、タコウヤック、山口さん、山口進さんの、クワガタの本ですね、で、どこの国だったかな、島国だったかな、のあれは何クワガタだったんだろう、で、紹介されてる木と同じ木ですね、その山口さんの写真集では、現地の子供がですねこれによじ登って、で上の方から、あの大きな葉っぱに昆虫をくるんで持って降りてきたと、そういうお話が書かれていました。タイでは、ヒラタクワガタとヒメカブト、それからチェルヒフェリネブト、オニツヤクワガタ、それだけしか見てないですね。ピラファとか他の虫はあんまり聞くような感じじゃないです。